行くぜ。ということで今回はアシュラでマネー稼ぎしていきます。詳しい方はもうわかると思いますが、このチーム、なんと、全員でか、海を振らせるスキルを持っています。これを利用して、アシュラを打ち込んでいくやり方です。まずはいつも通り技を貯めていきます。アシュラは、ビーバーに入るまでに変身スキルを発動させましょう。技が溜まったら軽く整地していきます。ある程度整地できたらビーバーに入ります。見せて次元の違い。レバーワン。そして打ち込んでいきます。今日も見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくね。